ご視聴の皆様おはようございます。吉高です。こちらはトイロジックマイクロソフトスタジオからリリースされていますハッピーウォーズ Xbox One 版ですね。こちらのタイトル私 Xbox 360の時から遊んでまして、最近はSteam でも配信されております。ジャンルなんて言ったらいいのかな、マルチプレイアクションRPG というよりはなんか工場戦っていうか陣取りゲームドミネーションみたいな、こう多人数でワイワイやる RPG っていうのかな、結構1マッチに10分ちょいぐらいかかるんでワイワイ陣取り行ってきます。あ、始まってますね。もうどうしよう、私は僧侶を使ってるんですよ。こちらはハッピーウォーズの、あ、間に合った。かわいいっしょ、なんか。ドミネーションみたいな、ゲームですね。陣取りゲーム、急い、最初のタワー作ろう。最初のタワー。急い。オッケー。ジョブ、3つのジョブと、さらにその上のクラスを選べるんですけど、レベルが上がるにつれですね。私は今回は僧侶で支援系、戦いながら支援する、もう私の最も好きなポジションでございます。危ね、落ちない。これ360からずっとやってるので、そのデータをもう引き継いでやってるんですけど、基本無料で、アイテム課金、あ、やべ、敵と前線と、マジでちょっと。なんかそう、キルされた相手とかちゃんと見えるんですよ。で、まあ、この時選べるんですけど、戦士とか、まあ、ちょっと今回は僧侶でずっと行きます。どうしよう、前線に出ようか。これじゃなくてヒール。おい、僧侶系はね、やっぱ支援でレベル上げできるんで、 OK。うわ、もうわけわからん。とりあえず減ってそうな人ガンガンヒールかけてって、ちょっと経験値稼ぎをしつつ前に出よう。ほら、肉振り回してるのが私です。危ない。よし、ほい。あ、いけんな。敵の、よし、おい、手伝うぜ。いけ。オッケー。敵が建てたタワーを倒して、壊して自分たちのタワーを建てて、どんどん攻め込んでいくっていうゲームですね。うわ、やべ、あ、やられた。あ、マジか。あ、悔しがるか。いろいろコミュニケーションの手段が多いんで、このゲーム面白いんですけど。あ、また壊されてる。あらやだ、壊されてる。あ、痛い。あ、やべ、死ぬ。あー、くっそ。あ、そうなんだ。うわ、相手の装備とかも見れるんですよね。あ、すごい。もうマックスまで上がりかけてるじゃん。頑張れ、仲間。どっからリスポーンしよっか。3、2から。オッケー。うわ。オッケー。仲間回復。やれ、今だ、やっちまえ。ほら、あ、強い、硬い、何この人。硬い。オッケー。あ、マジか。ありがとうやけど、花を持たせてあげたのよって。早くリスポンしようぜ。リスポンするまでの間、いろいろ言えるんですよ。これが楽しくて、とりあえず。よし、また、最前線から。あ、やばい、ガンガン回復していこう。ちなみにこの今右に YBA でスキルが見えてるんですけど、あれはランダムなんですよ実は。で、戦闘が始まってみないとどれを使えるか、普段からレベルを上げてるんですけど、どれを使えるかはちょっと参加してみようか。よし。
そうみんなで一緒にスキルを発動したりとかすることもできるんで、協力団体戦が楽しい、本当の意味でだ、こいつそうは問屋が下ろさせんぞ。 OK 仲間はみんな大丈夫だね。よしよし行こう。ちょっとあんまり前線出て戦うようなキャラクターではないので、なになに、びっくりした。回復回復、おし、こんな感じで後ろからちょっと回復しつつついていって、回復しつつみたいな感じですね。ごめんごめん、生き返らせるの間に合わんかった。よし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 、手伝うぜ手伝うぜ。うわうわやばいやばいやばい、うわ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 、違う、これもう全然間に合わなかった。久々すぎてスキルの使い方分かんなくなってる。たけし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 回復、よし行くぞー、ガンガン行くぞー。よし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 、レイジ資料を召喚して、うわやべやべやべ、召喚してる場合じゃねえ。死んでるじゃん気がつかなかったよちょっと可愛いんだけど気がつかないうちに死んでるっていう。こいつ追いかせるわけにはいかない、結構逃げてるな、結構逃げてる。やばい、ごめんなさい、生き返りたいわね。ありがとうありがとう、マジでありがとう。オッケー、ナイスナイスナイス。どうしたらいいんだろう、これ、キャノン砲を作る。痛い、私の、360の時と、ごめんなさい。誰かできたら、負け惜しみ見といた方がいいか。もうリスポンした方が早い。ありがとう。回復間に合ったんや。よし今だ、生き返らせろ、間に合った、よかった、ありがとう。鬼切るぜ見るぜというか、嬉しい、ちょっと嬉しいこういう仲間が肉届かない相手自分回復しとかんとやばい。うわゆいっていう人がやばい。こうか、どうだ間に合ったか。オッケー、だんだん思い出していた、だんだん思い出していた。悔しい、あ、これ悔しがるか、攻められるの嫌じゃないわ、まさか。1位がやばいけど1からリスポーン、すげえ、なんか、マジか。これは、このまま城防衛してもいいけど前線に行きたいな、前線遠いな。リスポーンしようとした瞬間にタワーやられちゃったんで これじゃない。ウォールもあったんですね、そういえば。抱きしめてキスしたい気分よ、だいぶテンション高いですね、いいっすね。来た、ウォールおりゃ、負けんぞ、頼む支援お願い。おっしゃ、くそ、一人抜けた、上域に来た。
あーい、あーマジで2人やられたよ。あー、タワーが、タワーが、タワーが、あ、違う違う、ソウルタイプで、本拠地でいい、本拠地でいいわ。ちょっと急いで外で、ちょっとあんまり縄文今開けたくない感じかな。急い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 、やってる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 、マジか。違う違う違う、今のうちにタワーを、今のうちにタワーを、ありがとう。あー、自分で回復できるんでその辺が嬉しいんですけどね。おーで邪魔するか。よし、これで逃げ道を塞ぐぞ。あ、やばいやばいやばい、ありがとう。お、あ、向こう行った。ここに、ここにウォール作っとこうか。あ、ちょっと方向悪かったな。どこ行ったあいつ。だいぶ行くね。あ、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 やべ、その手は食わんぞ、その手は食わんぞちょっと我々戦力分散させられすぎやろ多分。ウォール、ウォール、ウォール、あー、オッケー。たけしが危ない、たけし、たけし危ない。オッケー、ありがとう純一、ありがとう。誰かわかんないけどありがとうよし、前線に戻ろう。これでちょっと防衛できたんで、この辺にも、この辺にもしとこうか。これで入らせる戦争と。うわうわうわ、リスポンしてきてる、リスポンしてきてる。うわー、あー、マジでつれーぶっ飛ばされちゃった。リスポン、リスポン、どっからリスポンしよっかな。4かな、ちょっと近くのウォール作るのはいいけど、ちょっと微妙に仲間の邪魔になる時があるから気をつけないとですね。よろしく、よろしく。仲間がどんどん、仲間がどんどん作ってるね。ありがとう、ヨシアン誰か関係、あ、あ、やった、勝った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 、よかったよかった。お前ら俺に感謝しろよって言ったんですねこう吹き出しの言葉もね楽しいし楽勝だったな。途中で五分五分で危なかったんですけど、だいぶ途中ね。これはこの後の勝利ムービーってかね、あれが面白かったんですけど、ちょっとちょっとそこに間に合わなかったな。こうやって好きなジョブのね、スターブースト、ちょっと Xbox One のすごく遊びたかったんですけど、あの仲間がマッチできなくて、今日久々遊べてすげえ嬉しいっすわうん、育った育った、オッケーオッケー。あんまりキルできなかったけど、うん、いいっすね。スコア低っ死亡数多いの。さっきは何歩かできたんだけど全然ダメだね。ちょっと面白かった、よかったです。というわけでちょっと一旦ロビーから出てですね、このゲームは基本無料で、なんかまあ毎日遊ぶとちょっとポイントとかたまってきて、最近よく見るなんてスマートフォンとかのゲームに、無料ゲームに若干システム似てるんですけど、そうですね、日付が変わったんで無理やり開ける、魔法の鍵を使ったけど鍵もカードもないんで無理やり開けてみましょうか。さあどうなる。さまざまな用途に使えるコイン、どれだけあっても苦にならない。いいですね。今月いっぱいハッピーコインもらえるんで、そしたらショップ、ハッピーチケット、アイテムショップ。
リミテッドエディション、ボディがなんかちゃんとしたやつが欲しいな。ほっ、キモッタマホーイは多分これ持ってるな。サイズが合わない鎧あ、これは魔法使いでちょっといけるんじゃない。これね、コンビニに置いてそうな感じのパッケージのね、なんかいいですよね。あ、そっか、チケットが不足してるから他のとこに行かないと。普通のハッピーカードは、あ、これもチケットがないな。コインで行くやつ。盾が、武器のなんかちょっといいの欲しいけど出るかな。ほっ、あー、これはもう合成に使っちゃおうかなって感じのですね。こんな感じでアイテム集めて強化して、さっきのドミネーションみたいなの、まあクイックマッチだったんですけど、行って経験値稼いでキャラクターを育成するっていう感じですね。ちなみに私のキャラクターは、あ、これ戦士タイプがこいつですねちょっとまだあんまり、ウルフヘッドが育ってるだけか。こんな感じ。僧侶タイプはですね聖職者の感じじゃないですよね最新型の方位方位って言った方がいいのかな。これが一番今メインですね。まあおおよそ回復職って感じではないんですけどこれいい、なんかかっこいい盾欲しいな。魔法使いタイプもね、まだなんかね、まあ、ローブがバーゲン品なんですけどなんだろう、何が出てんの、これ刺さってんの矢がこんな感じですね。まあ、基本無料で結構手軽に遊べて奥深くて楽しいゲームなので、気が向いたら遊びましょう。ハッピーウォーズでした。吉高お届けしました。それではまた、ありがとうございます。